ママのお仕事にちょっと付き合ってもらって、その後ショッピングモールでちょっときっと過ごしたいと思います。イエーイ本日のみーちゃんコーデこんな感じです。かわいいオレンジのジボとサイズ90を大きいから売ってます。あ、今日カットするみたいです。撮影中おいしい。じゅじゅあ、あそこですね。はい。はい。ね。ユース初めてかもしれない。抵抗になってなくて。許せなかった。はい。そうだよね。チョキ。チョキ。最近増えた。そんなことありますね。いいのもらった。でも持ちにくいからな。お持ち上げた。カットしてもらいました。足が上がってますが、お疲れ。今度撮影してもらうんですけど、髪の毛が長すぎたから当日前に切っとこうということで急遽のカットになったので、ピンにも付き合ってもらいました。ありがとう、付き合ってくれてありがとうな。どう、ママ。キーを連れて行く初めての美容室みたいな感じの Vlog になったけど、キーを産んで産後一回も行ってなかったから美容室に。ママ久しぶりにカットしたな。キー初めてカットしたとこ見たんじゃん。って感じになりました。じゃあこの後キーをちょっと遊びに連れて行きたいと思います。いいパーションだな。
木を連れてお出かけするときに心がけてるのは、まあ、遊ぶ時間っていうのを設けるようにしてて、まあ、いつもまさひろさんとか他の人と一緒に出てるときは荷物を交代番号に見ながらくたびれるぐらい一緒に遊びますママが遊んでもらってます今日はこれで帰りたいと思います。あわわわわぜひよかったらグッドボタンとコメントとかそういうのもどしどし待ってるのでお願いします。インスタも TikTok も LINE ブームもやってるのでぜひ見てください。ということで今日は終わりたいと思います。チャンネル登録してね。バイバーイ。ひーバイバーイして。バイバーイ。寝た。もうキーはお出かけの時は必ずと言っていいぐらいねめっちゃタイミングよく寝てくれたりとかするんですよね。みんなじゃあバイバイギャロー。ドライブスルーって見つけた瞬間急遽曲がりました。人生で初めてスタバのドライブスルーを利用します。キャラメルソース多めにしてもらっていいですか。ありがとうございます。どうぞ。瞬時に飲み出すぎてすぐストローさす。